どういうこと？そういうさん、ありがとう。弾丸ツアーありがとう。喉やばい。おはよう、おはよう。フォーユーさん、ミキヤくん、サンソーさん、タケさん、スノーン、サンソー、サソニチ、ヨッシーパパさん、ユキマルスさん、ボヤッキーさん、カラスさん、シルバーズツビさん、ありがとう、たくさん。ミーさん、ありがとう。うわー、うわー、私は私の体には割と応えております。すごい、あのこれはもう昨日からなんですけど、もう肩を上げるのが割と精一杯でいますよ。ここにちょっと顔の保湿をしながらお話しするんですけど、もうすごいの。もうね、人って筋肉痛を超えるとなんかもうガチガチになるんやみたいな。あー、優しい。待って、シルバーストゥビさん、あくびひかった、サンソンさん、ラストワンさん、中優さん、コバさん、うわー、ペプシ、ウケる。待って、解明しとる。ならちょっとなんか嬉しいから、結婚はできません。瀬戸かさん、見て、ちょっと今からクリーム塗る。ちょっとめんどくさいけど、アッキーさん、ソウさん、トリガーさん、日向坂46さん、マッピーさん、ウッポさん、頑張った、ありがとう、優しい。なんかね、本当にちょっとね、そう言ってもらえるのは嬉しい。頑張ったねとか、お疲れ様とか、おでこもなんか首にまで塗ろう。もうね、本当に ST のみんな毎日頑張ってる。パクチンさん、コンコン、ソフさん、あー、どこ行った、コンコン、ひがなおさん、ピーニャーさん、みきやくん、ぷんちゃん、みかんちゃん、回復薬ありがとう、マッピーさん、けんちゃん、コンコン、きよにん、やしさん、コンコン、ジャック、パクチンさん、ペプシありがとう、こちらこそありがとう、ありがとう、もう嬉しいですな。キヨニーもありがとう、こちらこそありがとう、ありがとう。ノリちゃんもこちらこそありがとう。
さだまるママさん、なべなべ所長、 JY さん、けんちゃん、そらなるさん、アイスレモンさん、みきやくん、ありがとう。こちらこそありがとう。ああ、ジェスホコンチさん、リノロフィーさん、ドビンさん、ありがとうございます。ああ、本当にね、ああって感じ。コバさん、ありがとう。リノラフィーさん、マッピーさん、ありがとう。ソラナルさん、サトシさん、ありがとう。輝いてた、嬉しい。私はアイドルできていますか、不安になります。ウケる。お仕事頑張れ。なんか急に現実、イエーイみたいな。終わった。次の準備あ、リモース新シーズン始まってたのね。それ私たちも話してて、 STU もリモースさんも告知なく新シーズン始めちゃっていたので悲しいねって、私たちも実は話しておりました。ハリー頑張ったわ。ありがとう、ありがとう、頑張ったわ。ハリーも頑張ったわでだよ、立ててあげたい。ありがとう。かわいいカメ子もレッスンを受け取ってくれたり。愛媛公園ありがとう。愛媛に来れて嬉しかったよ。私チューチューゼリーの大ファン。トラッキーさんありがとう。ちょっと日焼け止め取ってきます。帰ってきた。トラッキーさん、スノーありがとう。現実エグい、ありがとうすぎる。よかった。そんな、ウッポさんミラボウケる、ありがとう。シラスさん、ケンちゃん、ありがとう。楽しかった。本当に ずーっと楽しかった。日焼け止め。飛行機、気をつけて帰って。ありがとう。楽しかった。タワーちょっと本当にね、タワーのお礼は絶対にするので待っていてください。ハリ回復薬ありがとう。バイ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 、また後でね。分からん、後でもないか。夜配信でね。タイムズ食べる時間なかった。だよ、絶対みんなもハードスケジュールだったよね。遠征組もハードスケジュールだよ絶対。みんなの気持ちがね、すごくよくわかりました。
でも本当にミヤちゃんありがとう。体が本当にバキバキで、昨日の朝起きた時点でもうバキバキだったんですけど、本当今もうバキバキで、かくれんぼ中さんありがとう、マシュマロとクッキー、はあ、24時間勤務って何？大ハードスケジュールじゃん。楽しかったから乗り越えられるとかの問題じゃないぐらいハードじゃない？でも楽しくて平気なら OK です。ミキヤ君、 DJ さん、林ライス、コンタさん、ケンちゃん、ありがとうございます。ああ、見て、ごめん、日焼け止めを塗り終えたよ。私は絶対に欠かさず日焼け止めを塗る。これがマイルール。タワさん、ありがとう、マシュマロ。わあ、B ショッパーさん、ありがとう、花束とバラ。でもメンバーもみんなこんな気持ちなんだろうな。バキバキー起きた瞬間、はあ、おはよう。あと、人って疲労がたまると体に水がたまるんですよ。だから本当になんか重い、体が。今日は頭配信だよ。うわ、私何かしようとしたんだけど忘れちゃった。マックス時のパフォーマンス好きだった。え、嬉しい。可愛くて感動もの。嬉しい。私もマックス時315号めちゃめちゃ好きやけ。けさ、めちゃめちゃ踊ってて元気出る。切り替えていくしかないね。アイドル大好きさん、ありがとう。月と僕と新しい自分のタイトル、すごい斬新。タイトルだけでいい曲ってわかるよね。そうなんだよ。知っている頭だでしょ。頭が喋ってる。知らない天井じゃないじゃん。知らない天井配信だけマシよ。ん？知らない天井配信じゃないだけマシよ。知っている頭配信なんだから。タタ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 。うわ、515日ありがとう。たかゆきさん、かわいい、ありがとう。みつるん、結婚して、なんで誕生日じゃない人は結婚してを投げちゃダメです誕生日なんだったらごめん山崎パンさん、ケンちゃん、フーさん、ありがとう、ハート。
でも誕生日プレゼントに結婚するはわからない。すいません素直やった。三つ編み可愛かった、よかった。髪型全公演変えたいと思うけどさ、わからないね、どうしたらいいんだろう。お茶飲んでる、もうなくなった。サブ寝汗をかきます。それって暑いから。おっとそう、毎年誕生日ごとにプロポーズ、そう言ってみればそういうこと。ロマンチックだね。なんかインドネシアから来たの。深い雪もやがて溶けて、大地は新しい芽を出す。ちょっと引きこもりたいな、ちょっと引きこもりたいかも引きこもりたいかもしれん。皆さんはどう、引きこもりたいくない？平成天狗さん、ファイトとハートありがとう。浦部さんもありがとう。マシュマロ、スノーさんハートありがとう。浦部さんクッキーもありがとう。ちょっと本当に半日だけ、2日間とか。ミキヤくんありがとう、ハート。思っちゃおうっていうのはダメだから、頑張るけど。え、でしょ、遠征後って寝てたいよね。今日は平日の月曜の事実。キャー事実。美味しいもの食べよう。でも、もう食べ過ぎちゃったもん、美味しいもの。香川と愛媛で。香川と愛媛で誰も、なんかまだうどんが食べたいし、なんかうどんの欲望をまだ満たせてない。まだうどん食べれるんだけど。おりちゃん、マシュマロありがとう。けんちゃんありがとう、ハート。もりもりさん、クッキーありがとう。身軽になりたい。身軽でしょ、あの重さ的には。なんで。パムさんありがとう、お茶会のたち。お茶セット。母の日終わっちゃった。ママにはおめでとう言うの忘れてた。ありがとうっていうの忘れてた。トトラさん、みやちゃんありがとう。やっちまったぜ。深い雪もやがて溶けて、大地は新しい芽を出す。なんか
かさ、ツアー中こそアイドルって感じがするし、めちゃめちゃハードですごい私たちって思うんやけどさ、みんなはどう？平成天狗さん、みやんこ先生、ハートありがとう。うどんと鯛めし食べた、マジ食べた、食べたい。平成天狗さんありがとう。なんかツアー中ってアイドルって感じがする。でもさ、なんかこんなにちょっと体力的な問題でその肩が本当上がんない、痛い、肩上げたら痛いとかさ感じるのもさ、あ、アイドルだからみたいな、この肩の痛みもアイドルになったからなんだって思ったら許せるよね。夢が叶ったんだって。渡辺さんありがとう、だるまやろ、やけありがたい痛みなんだなって思う。でも研究生の頃瀬戸内七の県ツアー毎回昼夜しよったんよ、毎週末昼夜みたいな。けんちゃんハートありがとう。でもさ、あの時は全然ピンピンだったの。なんで？まだ19とか20歳だったから、20歳だったっけ、あの時だったから。19か、着々と年を取ってる。え、それだからってこと？ピエンシンドロさんありがとう。クッキー寿司ネタは、え、数の子珍しいね。寿司ネタ何が好きかな。私は麦とろとぶり、ハマチすか、ハマチか、ハマチ、私でもさ、山下美月ちゃんがさ、山下美月さん初恋ドアしたことがすごいなんか初披露だったんだ。やばい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 、ごめんなさい、マジかも、たまらんの。さあ、世界ではいろんなことが起きてるんだよ。ふう、トラッキーさんありがとう。クッキー、え、7人のおバカは、え、お誕生日、お誕生日じゃない人は結婚しても投げちゃダメなの。でもありがとう。身軽になってリコチの追っかけしたいの、あ、それはもうあなたの宿命ですから。私を追っかけすぎ追っかけ
けすぎちゃうからちょっと重荷っていうのかな、ついちゃうんじゃない、知らんけど。ヘミさんありがとう、ハート。ヒヒさんもハートありがとう。ミキヤくんもありがとう、ハート。渡辺さんもハートありがとう。結婚してはお誕生日じゃない人投げちゃダメっていうルールになった。渡辺さん、ケンちゃんありがとう。君を知っているよ、ずっと前から偶然見かけるようになってた。このラインナップは、日焼け止めを塗るはクリーム明日ので、コンタクト入れる、着替える、カバン作る、以上です。お疲れ様。楽しかったな、香川も愛媛も。石さんありがとう、ハート。馬ひとすじさん、かわいい、ありがとう。おはよう。頭だけなの、なんか。31、10個のやつ食べたい。えっ、ねえ、31、10個のやつ知ってる？なべなべ社長、ケンちゃんありがとう、ハート。31、10個のやつ食べたい。31のなんか10個フレーバーをなんか頼めるやつ食べたい、食べたい。じゃ10個選ぶなら何にしよう。杏仁豆腐あるよ。杏仁豆腐にする。から30日までなの？やばいじゃん。犯人10個は飽きるか。ウケる、知ってる速度だった。ケンちゃんとなべなべしちょ、ハートありがとうございます。やばくないか。31って何時まではいっちゃうの？ぎゅぎゅぎゅ。
サム、あっ、サーティワンの3つのやつありがとう。ウケる。31も素数だからリコチ向けだね。マジ素数しか勝たん。マジね、素数しか元気である。素数が知性、素数大好き。素数ラブ、なんの、ちょっととあるおなごを誘った。でもいつ行くか分かんないけど、サーティワンによく行ってるおなごを誘ってみました。じゃあ今からちょっと着替えてみるね。頑張って着替えるからちょっと応援してて。割り切れる方が気持ちいい。まあ確かに、確かにね。でもさ、サーティワン間違えた。もう頭の中サーティワンナイスばっかり。頑張る。じゃあちょっとコンタクト入れて着替えてくる。またね。なんか着替える気分がない、気力がない。ブッブー、チュクチュク。ただいまコンタクト入れたから視界良好、良好。うわ、あーさん、けんちゃん、ありがとう。おらんのよ。でもさ、おらんやんって帰ってきてもさ、ほぼさ頭しかおらんけさ、まだおらんやん。さん、ミラボ。あーさん、ファーユーさん、ヨシさん、サンソンさん、渡辺さん、トトラさん、スノー、サム。チキン野郎7人のおバカ、ウケる。ミラボ、ありがとう。そう、誕生日も素数なの、嬉しい。素数、素数生まれなの。ロムさん、ありがとう。ハート、前髪配信いいね。そう言ってくれるの嬉しい。そうそう、待っていて残るのが、そう、スー。愛媛はめちゃめちゃいい町でした。
景色がすごい綺麗だし、ちょっとなんかレトロな街並みが素敵でした。いやちょっとまた生きがい頑張るから。うわ肩痛っ。腰も痛いよ本当に。痛い痛い。今のは肘打った。てかね、私の兄のユニクロの T シャツを着てる人がいて、ちょっと嬉しかった。こんな感じです。家出れそう？お着替えしたいよ。リコも大丈夫やで。デコポン、タニオンさん、マシュマロありがとう。チキン野郎7人のおばか結婚して、だから無理だよ。結婚はお父様に反対されるわ。昨日スイカゲームしてて、みかんが来たらあーってみかんに癒されてた。レッドリコチさんありがとう、ハート。フォーユーさんハートありがとう。ウッポさんミラボありがとうだよ。サンソンさんハートたくさんありがとう。ケンちゃんハートありがとう。またおらんやここだよ。ヤマトさんハート。 AKB アイドル P 横ちゃんマンさんありがとう。クッキーフォーユーさんハートありがとう。スノーハートありがとう。川越ののたんずさんハートありがとう。愛媛、え、わかる。雰囲気めっちゃ高いよね。わかる。高幸さんお茶茶ありがとう。パードン2号さんマシュマロありがとう。ミキヤくんハートありがとう。チキン野郎7人のバカかわいいありがとう。高幸さんお茶茶ありがとう。ヨウくんハートありがとう。タニオさんマシュマロありがとう。本当？あの T シャツ着やすいよ。今も今日も着てる。
ピコチ見えた。ほら、ここまで。でもむくみは取れてきた、だいぶ。むくみがすごいから顔見せられなかった。今後はゆっくり道後温泉行けるスケジュール組みたい。ねえ組んで。もう私も道後温泉行きたい。私も組めるスケジュール、私もスケジュール組んで、私のためにもスケジュール組んで。なんで私の顔いつでも見れるんだからさ、別に今立ったって顔見せたって変わんないじゃん。スノーハートありがとう。アムトンさんファイトありがとう。チキン野郎7人のバカかわいいありがとう。遠いところに行きたいね。オリちゃんハートありがとう。渡辺さんハートありがとう。ミキヤくんハートありがとう。今日はオレンジジュースを持っていくよ。チューチューゼリー。ケンちゃんモビさんありがとう。高級品だよねオレンジジュースって。愛媛のオレンジジュース飲む。いや本当に鳴っちゃった。もりもりみんな食べよう。やばい、あと15分でここを出なきゃ。でも別にもう何もしなくていい気がしてきた。ツルツルテカテカ明日も、あ晴れるかな。オレンジジュース品薄なんでしょ。やばいじゃん。ロムさんありがとう。ねえねえ今日の夜ご飯何にしたらいいと思う？ねえ今日の夜ご飯何がいいかな。なんかツアーの時メンバーと一緒にご飯とか行けなかったから時間がなくて。オムライス？チャーハン？ホイコーロー？メイク終わってない。今日も可愛い。嬉しい。
何がいいかな。ちょっとお顔整えつつ、じゃあ行く。メイクはせんけど、しゃぶしゃぶいいな。うわーん、どうしよう。自分で作るか食べに行くか迷う。私はでも肉じゃがを自分で作ってみたい。リコチ和食修行中したい。あー、天津飯いいね。リコチ和食修行中したい。食べに行く？メンバー誘う？それとも一人？どうしようどうしよう。なんかメンバー誘いたいな。一人？オイラ誘ってウケる。今どこ？で広島に来れる？今ここにおるんやけどさ、来てやっつって30分以内に、いや10分以内かな。だよね。いいお嫁さんの条件ってさ、美味しい肉じゃがを作るれるか否かやんね。ねえ、私もなんかもう葵さんみたいに美しく生きたいんだけど。葵さんってこそさ、 STU のメンバーの中で一番お嫁にさんに、お嫁にさんにしたくない？お嫁にさんに、お嫁さんにしたいじゃん。なんかメンバーから一番あのさ、なんかお嫁にしたいさ、ランキング投票1位になりたいんだけど。バネさんクッキーありがとう。お嫁さんにしたいナンバーワンのメンバーになりたい。どうしたらなれるんだろう。確かにみんなの嫁って感じはする。あはは、気遣いは間違いない。リアルな何あれですね。気遣いは間違いないね。11時、やば。胃もたれは治った？え、割とまだちょっと胃もたれチックかも。まだでもあのお腹空いてない。でもチューチューゼリーのおかげで割と胃もたれは治ったような気がする。麻婆豆腐食べたい。会いたいと思う回数が会えないと痛むこの胸が、君のことどう思うか教えようとしてる。いいよそんなこと自分で分かってるよ。ちゃんと止めたのに、
チューチューゼリーさ、やろ、胃に優しいやろ胃に優しいものやばいな。あ、常にゼクシー持ち歩けばいける。ほんと、いや、ほんとチューチューゼリーの胃の優しさはやばい。胃に優しいものがいいな。あ、今ねパックリ割れてるんだおでこが。中華粥、中華粥にしようかな。てかあと10分で家出るんか。ちょっと物をまとめて。おでこがそう因数分解されてた。今見た？沖縄料理食べたい。キハさんありがとう。クッキー。クッキー。わわ。キャー。もう、あ、ゴーヤチャンプルもいいな。あとはジャーマンポテトも食べたい。いろんななんか食べ物食べたがりなんだ。薬用リップ塗って。薬用リップってさ、唇さ、唇からちょっとはみ出るまで塗る派？私は唇からちょっとはみ出るまで塗る派。どういう話？たっぷり塗る派だよね。スパムおにぎりとか食べたい。てか本命香水欲しい。夏にぴったりだよね、この匂いとか。自分も同じです。だよね。唇まではみ出すまで塗るのが主流だよ。さっさと塗る。唇は胃につながってる。なんかさ、肌は一番目に見える臓器らしいね。そして唇は体の中、その粘膜って内側にあるけど外側に出てる粘膜らしい。だから大事にしてあげなきゃダメな。ふくらはぎは第二の心臓。そういう系の言葉ちょっと集めたらさ、いろんなのができそう。非常食に気を詰めた。残りあと5分だけ。今日も頑張りましょう。ハワイ職人するよ。匂いじゃ。
も包めた。オッケー、キハさん、フォーユーさん、やばいじゃん。ウッポさん、ミラボー、ありがとう。また夜配信します。アメタンさん、ありがとう。準備、足の裏も第二の心臓なの？腸は第二の脳なの？おやつは300円まで。そういうワードね。違うか、私のあれを見たのか。ねえ待って、肩やばい。ミキヤくん、ありがとう。背中かくにも一苦労。アイドル大好きさん、ありがとう。7人のバカ、タコありがとう。タコ食べるっけ。ミキヤくん、ハート。ベネラナさん、ハートありがとう。そう、おでこ配信これ。じゃあまたみんな夜で、夜会いましょうよ。夜また顔を出すので。そしてお話し会の受付が今日は13時までだから、みんな急いで。やばいよ。うわ、もうこんな時間。じゃあね、じゃあね、39位から読み上げていこうと思います。 B ショーパウンさん、人生方向音痴さん、なべなべ所長、瀬戸香さん、アッキーさん、ラストワンさん、ボヤッキーさん、ソニチ、アムトンさん、渡辺さん、コバさん、キヨニー、ペプシ、ソラナルさん、ケンちゃん、馬一筋さん、ポムさん、平成天狗さん、シルバーチュツビさん、シラスさん、フォーユーさん、かくれんぼ中さん、パクチンさん、オリちゃん、浦部さん、リコチコンコン、高雪さん、アーさん、ヒヒさん、トラッキーさん、ソフさん、ロムさん、サム、そして本日の秋元先生枠はスノー先生です。ありがとうございます。 JY さん、サンソンさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はチキン野郎7人のおバカでした。ありがとう。第2位はウッポさんでした。ウッポさん、ありがとう。そして第1位はハリでした。ハリ、ありがとう。タワーもありがとう。ありがとう。お体ご自愛あれ。ありがとうです。あ、くしゃみ出る。はい、ねえ。ゆうたん、マシュマロありがとう。飛行機、うう、みきやくんありがとう、ハート。私のくしゃみって癖強いよね。よし、じゃあみんな今日も健やかに行くのじゃよ。それでは行きますよ、せーの、えい、えい、おー、みんな健やかに。え、チキン野郎7人のバカ、結婚はダメです。今はダメです。今はダメです。またね、健やかに生きようぜ。また、フフ